えー、第48回、ダービー卿チャレンジトロフィー、G3。えー、こちらの方をちょっと予想していきたいと思います。えーっとですね、まずこう、メンバー揃いましたけど、やはり、ここ、ね、ハンデ戦とはいえ、ハンデ戦とはいえ、ここはやっぱり抜けてるんじゃないですかね。里のアラジン。 マイルチャンピオンが、えー、でモーリスからの0にこれ3着争い、イスラボニータとでしたっけね。外からすごい伸びてきてましたし、えー、もう、アウェアっていうシーンでしたよね。ここだとやっぱり抜けてるんじゃないでしょうかね。で、ルメールがもう、こちらなので、 えー、半身ではなくて。で、ダッシングブレイズなんですが、ダッシングブレイズは、えー、これ、ジャンソー・ラクバ、これを見ている限りだと、内からスルスル抜けてきそうな手応えありましたよね。で、そうですね、リゲル・ステークスですかこちらのレースとかも見ましたし、やはりちょっと、 とこの馬はただものではないなという思いがありますね。あのー、やはりこの落馬の影響さえなければ来て当然でしょうね。そしてキャンベル・ジュニア。やはりこのマイルがあってそうですよね。前走を見る限り。前走こ小倉、えー、強かったですね。本当に。えー しかしながら、この私、これ、穴でね、狙ってみたいの里のアラジンを中心にしてですね、狙ってみたいのが、このマジックタイム、紐で、タイムウィールテルなんですよね、お母さんが。あの、確か、フローラステークスとかで、吉田騎手とかで、え、ー バケに絡んで穴出したことは確かあったはずですよね。郷原騎手の、えー、桜の馬とを確か記憶あります。えー、マジックタイム、えー、キャンベル・ジュニアを、えー、ダッシング・ブレイズ、ここ、サトナーランからこ,これらに、えー、絡,めつつ絡みつつも、 えー、狙ってみたいのがこのサンライズメジャー。えー、やはりサンライズメジャーはい、えー、使い詰めがあんまりできないということなんですよね、この馬。そうしますと、休み明けなんです、今回。で、休み明けか2戦目までしか。 あのー、狙い時じゃないというかね、この馬は。えー、で、これは4番手から進んで4着に残ってる。これ3番手から押し切って、これ1着。前に行って、えー、バテない強みがある。このハンデのマイル戦でこれ向いてるんじゃないでしょうかね。ハンデ56キロなら全然あります。えー さらにこのアルマワイオリですねアルマワイオリは中山はこのニュージーランドトロフィー3着、えー、以来になります中山は中山2度目ですよねでここまでの盆走度外視できると思うんですよねいきなり走ってもおかしくないえおやじがまつりだごっほうこれやはり中山の鬼の可能性もありますね 中山でしかね逆にもしかしたら狙えないんじゃないかな。ということで、えー、本命は里のアラジンこっから、えー、ダッシングブレイズアルマワイオリ、えー、サンライズメジャー里のアラジンマジックタイムサンライズメジャー里のアラジンキャンベルジュニアアルマワイオリ というような買い方をしてみたいですよね。で、配当的な妙味言います。言うと、ダッシングブレイズとかよりも、やはり、マジックタイムか、キャンベル・ジュニアを絡ませて、えー、6、6、1の、6、1の、 2とか11えー、610の211っていうのをここら辺は500円ずつ買いたいですね3連単500円ずつえー、500円各500円 そうしましたらこれは配当的にはかなり面白いんじゃないかなと思ってますねでサンライズメジャーの人気も7番人気あたるでしょうかねでさらにはこれ、えー、6511とかもあるのかな という感じですよね、えー、この逆もあるかなという5が本当に強かったならば56の11段っていうのもあるかなというふうに思ってますよねもちろんこの紐で2も、えー、3連単、えー、65115611562652と えー、こちらで4点、えー、こちらで EC4 点8点ですかね、えー、58404000、えー、円3連単4000円で勝負してみたいと思います。